はい、こんにちは。今日はですね、煙突と釜小屋の、雨じまいの話をしたいと思います。まあ、私のポジションというのはですね、もういろんな方がいろんな発信してますが、私のポジションというのは、釜に関して、まあ、自分がやってきたこと、自分が体験したこと、まあ、失敗したことをですね、お伝えして、皆さんそんな失敗しないでくださいねっていう、まあ、のが自分の役目かなと最近は思ってるわけですが、先日ですね、まあ、天気がいい日が続くっていうのが予報で分かったし、ちょっともう人でもあることなので、ちょっと子供とですね、自分の、釜小屋の屋根の張り替えを、しました。でもうこちらに戻ってきて15年になりまして、要は単管パイプというね、非常に簡単な、建築現場の、まあ、足場とかそういうものに使ったりする、まあ、ホームセンターで売ってるものですが、この単管パイプというもので作った非常に簡単な釜小屋です。で、その今まで僕が釜の仕事をしてた時とか、もちろんこっちに帰ってきてからガス釜とか設置したりした中で、煙突の、雨じまいですね、まあ、こういう小屋があったらここに釜を入れて、こういうふうに煙突立てますよと、まあ、その時にここを、水が入らないですね、雨が漏れないように、まあ、ブリキを使っていろいろやるのを雨じまいというんですが、これをですね、今までの人生でいろいろたくさんやってきました。その中で雨漏りしたことがないということはないんです。やっぱりしたことあります。で、そのうちの最もひどい2つっていうのが実はですね、僕の、まあ、作品上師匠として、その、まあ、愛知県にいる時にいろいろお世話になった、方の、煙突の補修工事の時と、そして恥ずかしながら今この自分の実家に自分が建てた掘っ立て小屋での雨漏りがワースト2です。で、情けないので、黙ってようかなと思いましたが、これもね、何かの、マニアックなネタになるんじゃないかと思って、まあ、公開しておこうかなと思いました。で、僕がその単管パイプっていうもので、まあ、ここをですね、大工さんがやってる横で、まあ、荷物整理したりとかして、まあ、自分もやってたんですが、非常にそれシンプル、誰でもできる、あんた誰でもできるというか、もう金具もちゃんとね、専用のものがあるので、直角にこう混ざる、ね、こう金具とかあって、それを組んでいけばですね、誰でもできるんですよ。で、それで屋根をまあかけたりとかして作ったんですが、まあ、当然お金がない時ですね。そして35ぐらいだったので、まあ、経験は中途半端にあって、本人できる気になってるけど実は何も分かってないぐらいの、まあ、お年頃ですね。ですから、なんで雨漏りするのかなって、いろんなその後もなんかやり直したりとかですね、やったんですよ。でも情けない話ですが、なんで自分のとこだけこんななるんだろうと、今まで仕事でやったとかなってなかったのに、なんで自分のとこでこんな雨漏りするんだろうっていうふうに、悶々としてましたが、先日そのやり返っている中で気づいたことですね。それはですね、この小屋を自分で建ててるわけですから、もうプロのね、建築関係の方なんか見たらもう失笑されると思いますが、レベルが出てないわけですよ。で、もちろんあの基礎はですね、ちゃんと大工さんっていうか、そのここ やるときに左官の方たちがやってくれたんですが、そのベースのねがあって、そこにこう単管パイプでこう小屋を建てて、まあ、こういるんですけど、お金がないわけです。30代独立したばっかり、もう仕事もないお金もない状態だから、もうスカスカです。必要なフレームを使ってないというか、だから極端なこと言うと、要はこの間屋根を剥がしてですね、全部やり替えるときにこう、まあ、ここからこうやってこうやってるときに、まあ、こうキャタツかなんかでこうしてね、こうやってるときに、ここから見たらですね、もう極端な書き方すると、このたるきがこうなってるんですよ。こんな風になってて、レベルが出てないわけですね。で、あ、これはいかんと思って、それで結局はそのせいで煙突がだいたい真ん中ぐらいにあるので、要はしかもなんか屋根には向いてないんですよね、あんまり、ああいう波とタンとかは。だけどもね、しょうがないからそれでやってたんだけど、それでここにだんだんこう
雨が寄ってくるような、いやでもそういう形になってて、ここに穴が開いてるでしょ。でちゃんと雨じまいしてるんですよ、たくさん今までやってきたから。やってるんだけど、それでポタッポタッっていうぐらい眠るようなねのをね、ずっとやってたわけです。で、あ、これはいかんと。で、まあ子供と一緒にやってたんですが、で今まで僕んチームもですね、あのプロ の, あの、まあ、大工さんじゃないけど、その内装工事とかやってるプロの友達がいるので、一緒にねフローリング張り替えたりとかして、いろんなことを習って、まあその、まあ、こういう場合どうするかっていうと、結局はですね、まあ水糸ピンと張って、糸ですね、糸ピンと張ればこうどうなってるか分かる。しかもこうこのなんていうかな、上下だけじゃなくて左右のあれもですね、糸を張れば分かる。だから昔レーザーとかそういう測定機器がなくても、あのいろんな木造建築がちゃんと立ってたっていうのは、糸でその水平なり何なり見てたからですよね。それね、情けないですけど、それでこうなってたので、ジャッキですね、釜を持ち上げたりするジャッキを使って、このジャッキを使ってですね、このレベルをちゃんと出して、もう今回50になりましたから お金がありますから、少しは35よりは。でここにちゃんと補強の、単管パイプを入れて、またこういうふうにこう入れてですね、でこうもうピシャッとこう なんていうかな屋根も下がらないと。それでその屋根に使う素材もですね、ああいう、まあ、普通の波のブリキじゃなくてガルバルーフというちょっとねいいやつにしました。でもう全く強度がね違うなと思いました。もう歩いても全然こう不安感がないっていうか。で、まあ、そしてうちあの柿の木があってですね、どうしてもその秋になるとここにバンバン牡蠣が落ちるし、自分たちも登ってその牡蠣を取ったりしなきゃいけないので、やっぱ屋根の強度っていうのは大事だなということで、まあこういうふうにねまあやったわけです。なぜ漏れるかっていうのもう一つの理由としてはですね、やっぱり勾配ですね、勾配傾きですね。でそして屋根に使う材料、何を使うか、ね、瓦なのかトタンなのかスレートなのか、そういうものによって適正な勾配というのは決まってるようです。ですから私の、釜小屋がなぜ、なかなかポタ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 っていうね、あの雨漏りが治らなかったかっていうと、さっき言ったようにこう大げさに書けばこのこうなってたと、屋根がこうなってた、それから、この角度ですね、この角度がまあ、こう違うか、この角度がですね、全くこう適正な分ない、もっと本当は作らなきゃいけなかったっていうことですね。でここまでこうやっておけばあよかったのに、かなりこう、平べったい、もう軒先のこのぐらいのこう勾配だったから余計にいけなかったと。でよくよく考えてみればですね、これまで仕事で屋根に登ったりしたら確かにもっと角度あったなと思いました。だからそういうのを含めてですね、やっぱりこう自分でやるのもとても大事ですが、そのためには、その適正に調べてですね、やっていけばいいと思います。そしてこの釜に関しては自分がどんどん、失敗したということをですね、こちらに残しておけば次の方は失敗しなくて済むということですね、はい。で煙突にまつわるいろんな思い出があります。でもう中には、悲しくなるような、思い出もあって、そのせいで僕は今こういう活動している部分もあるんですが、とある、ところのプロの方のところでやはり雨漏りがすると、雨漏りがするんだって言ってたのに全然直してくれなかった。で結局その方はその釜を、下取りする形で僕から電気炉を購入してくれました。でその時僕はその釜を撤去、まずそのガス釜を撤去してから電気炉を搬入するので屋根に登ったわけです。そのね、その屋根に登って、こう煙突が立ってる、これを取らないと下の釜も動かせないので屋根に登ったんですよ。登った時に、ここに思いっきり隙間がありました。だからこの工事をやった人は雨じまいをどうするかっていうその正解というか、そのそれを知らないでやってた。それがもう一点、こちらにまた母屋の屋根が来てて、ここに、雨どいからの、こういう排水のね、こうパイプが出てました。でこれももう
雨漏りの原因なんですよ。だからこれをせめてエルボで曲げてこちらに流しておけば、こっちに水は流れて、ここがいくらいい加減な工事をしたとしてもそこまで激しくは漏れなかったんじゃないかなと思いました。でこれねすごく覚えてます。で僕が40歳になった時だったかな、誕生日の、次の日ぐらいに工事に行った覚えがあって、本当にこの悔し泣きというかですね、なんでこんないい加減なことするんだと思ったのをすごく覚えています。あれから10年経って、何か変わってるのかなと思えば、うん、変わったような気もしますが、まあ、逆に言うと、変わってない部分もまだまだあるなと思います。で釜、僕はですね、とにかくもう釜のことを自分が分かる範囲、できる範囲で、発信し続けようと思います。で、まあ、作り方とかそういうのって自由だと僕は思うんですよね。何をどうやったっていいと思います。なんかこうなんていうかな、そういうことをしちゃいけないとか、そのなんかそういろいろあると思うんですよね。その感覚的になんかこういうのはバチが当たるんじゃないけど、そういうのもあるかもしれないけど、僕はやっぱり自由でいいと思います。もちろん僕だって見たらはーって憤りを感じるようなことがもうあったりするのかもしれないけど、日本人として例えば土足で粘土を踏んで形作るとかはもしかしたら受け入れられないかもしれないけど、まあでもそれは自由だと思います。だけど僕釜のことだけはちゃんとねやっていきたいなと思いますね。で釜は結局炉内は1200度とか素焼きでも800度です。800度なんて日常生活にありませんからね。そこで事故が起きることがありますし、毎年何がしかの事故があって、亡くなっている方も、います。で、僕はそれが自分がやるべき、ことかなと今ちょっと思っています。僕もねそんな経験ないんですよね。結局はまあ、こんなことやってるようなわけですから、今ガンガン釜を作ってるわけでも毎週のようにどこかに設置工事に行ってるわけでもないので、もう最前線の人間じゃないんです。ないんだけど、それでもそういうことを知らない人には伝えていく役目が僕にはあると思います。例えばその車とかバイクとか乗ってね、その楽しいじゃないですか、ね、そういう乗り物好きな人は楽しいですよね。でもじゃあノーヘルで乗って転倒して頭打って死んだら誰が悪いのって話ですよ。でやっぱちゃんとした格好してちゃんとしたヘルメットなり何なりつけて、ちゃんとした場所でサーキットみたいな場所で乗って転倒してわーこけたって言うんだったら笑い話や思い出話になるのかもしれないけれど、そういうことは分からず整備もせず、やっぱノーヘルでその辺の街中の交差点で事故って死んだらやっぱり迷惑な話ですよ、業界にとってですね。ちゃんとバイク乗ってる人にとって迷惑だし、それはやっぱ釜でもそうだと思います。やっぱ釜でそういう事故が起きれば、じゃあそんな危ないものはやめよう、じゃあもう公共の施設で陶芸教室なんかやめようぜとかになっていくだけです。はい。だから僕はやっぱり自分の立場としてですね、伝えるべきはそういうことかなと思います。煙突のね、釜小屋、ちゃんと屋根の自分で作る場合ですよ、自分で作る場合は、まあ、その建築の基本的な部分は押さえてねやった方がいいのかなという、また今日もヨタ話みたいなお話でした。ではですね、今後とも発信は続けていきますのでどうかよろしくお願いします。あ、今ちょっとねホームページのアドレスの末尾、.com から JP にちょっとなってて、もうちょっとかかりそうなんで、しばらくね、ご不便おかけしますが、ホームページがなくなっているわけじゃありませんので、よかったらですね、チャンネル登録よろしくお願いします。どうもありがとうございました。